はい、皆さん、こんにちは、翔です。で、今日がですね、2月の24日になりまして、僕の予想通りですね、米国株に関しては昨晩、乱高下激しくて、今日日経平均に関しても400円以上急落してるんですよ。なので、いつも通りですね、現状の分析と解説、状況のですね、アップデートをしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、僕は2013年に証券会社に入社して、毎年社長賞を取って準 MVP を獲得しています。で、このチャンネルは去年の8月に立ち上げたばかりなんですけど、僕のチャンネルではマーケットニュースであったり、テクニカル分析の実践的な使い方、各国市場の動向、個別銘柄の分析、そういった情報を皆さんとシェアしていきたいと思っていますので、まだ僕のチャンネル登録されてない方がいらっしゃいましたら、まずチャンネル登録からしていただいたらすごい嬉しいのでよろしくお願いいたします。あとですね、メンバーシップの方でテクニカル分析の勉強会ですね、それもしておりますので、よろしければですね、ご参加いただければ嬉しいです。じゃあまずいつも通りですね、マーケットの状況の確認、そこからしていくんですけど、S&P500、3881、0.13% 上昇。ナスダック、13465、0.5% 下落。ニューヨークダウン、31537 ドル、0.05% 上昇。VIX、23.11、1.45% 下落。日経平均、29,671 円、1.61% 下落。上海、3552、2.32% 下落。深セン、14,803、2.88% 下落。ユーロストック、3689、0.29% 下落という形になっています。で、これを見てもらったらわかる通り、昨晩ですね、米国株に関しては、引けにかけてですね、だいぶ戻したんですけど、ただ、場中ですね、ナスダックに関しては、一時ですね、4% を超える下落、それをしてきてるんですよ。ただし、パウエル議長が金利のことについて、今行っている金融緩和ですね、それは長期的にまだ行う予定だっていうこと、そういった発言をしたんで、そこからですね、急速に戻すような値動きになってるんですよ。ただし今日日経平均に関しては急落していまして、484円安の 29,671 円。ここまでですね、最終的に下がっているような形なんですよね。で、さらにですね、注目してほしいのが中国マーケットになるんですけど、上海総合指数に関しては 2.32% 下落していますし、さらにですね、中国版のナスダック、深セン総合指数に関しては 2.88% 急落しているような形になるんですよ。で、以前からですね、皆さんにお伝えしていることなんですけど、このナスダックと深セン総合指数の連動性っていうのは非常に高くて、深セン総合指数が下がるとナスダックもですね、それにつれて下がってくる可能性、それもですね、十分考えられはするんですよね。なので今晩の米国株の動向ですね、そこはまだですね、ちょっと様子を見て、注意深くですね、監視しておく必要があるかなっていうふうに思うんですけど、じゃあそういった状況を踏まえて今からですね、各国市場の動向、個別銘柄の動向をちょっと見ていくんですけど、もしこれから使うテクニカル分析の使い方、あまりよくわからないという方がいましたら、概要欄の方に関連動画のリンク載せています。そちらをですね、後ほど見ておいていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあまず最初にですね、ニューヨークダウ、ここから見ていくんですけど、現状ですね、下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン。これを上から下に突き抜けてデッドクロス、形成間近になってるんですよ。さらにパラボリック。このドットチャートに関しては昨晩ですね、ニューヨークダウ。一旦下落した関係で、日足の上の方に点灯していまして、下落トレンド。それを形成している。で、現状の日足の位置ですね。ここに関しては、今までのラインまで上がってきてはいるんですけど、ただ昨晩ですね、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインのところまで、一旦試して下落しているような形ではあるんですよ。で、以前から皆さんにお伝えしている通り、現状ですね、日足の終値の抵抗ラインが意識されているような形になりますから、ここのですね、赤のラインを今後上回ってくるか、もしくは上回らずに下落してくるかどうか、そこに関してはですね、まだ注意して見ておく必要があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。特にアメリカの10年物国債の利回りですね。そこがまだですね、明確に下がってきているわけではないので、じゃあ昨晩ですね、ニューヨークダウの上下に最も寄与した銘柄、それがですね、どこだったのかっていうところ、そこをですね、確認していこうと思うんですよ。で、これを見てもらうと上昇寄与度1位がウォールト・ディズニー。ここでですね、ニューヨークダウを35ドル相当押し上げていまして、その下にビザ、ゴールドマンサックス、キャタピラ、ユナイテッドヘルスっていう形で続くんですけど、この5銘柄だけで101ドル相当のニューヨークダウの押し上げ要因になっている。じゃあ逆に下落寄与度上位、これがどこだったのかっていうと、下落寄与度1位がホームデポ。ここでですね、ニューヨークダウを57ドル相当押し下げていますし、その下にセールスフォース、ウォールマート、ジョンソン&ジョンソン、マイクロソフトという形で続きまして、この5銘柄だけでだいたい124ドル相当のニューヨークダウの押し下げようになっている。そこはですね、しっかりと把握しておいてほしいんですよ。特に今回ですね、上昇に寄与した銘柄っていうのは景気敏感株ですね。まだセクターローテーションが入っていまして、その反面ですね、テック関連の株、例えばセールスフォースであったり、マイクロソフト、ここに関してはまた下落に転じてきている。そういったところを含めても、まだですね、ハイテク株の動向をですね、そこは注意しなければいけないということがわかりますから、そこはですね、ポイントなのかなというふうに思うんですよ。後ほどですね、ナスダックの分析もしていくんで、そこで具体的な分析ですね、またしていくんですけど、じゃあ次にですね、S&P500。ここはどうなのかっていうと、現状ですね、下の MACD に関しては明確にデッドクロスを形成している。で、パラボリックに関しても下落トレンドを形成していますし、現状の冷やしの位置はボリンジャーバンドの中央線ですね。この赤のラインがサポートラインとして機能してるんですよ。で、ここに関しても昨晩ですね、急落して、このボリンジャーバンドの中央線を一旦明確に下回ったんですよね。ただ、終値ベースでまだですね、この赤のラインを上回っていますから、ここをですね、今晩、S&P500 がどういった風にこなしてくるかどうか、そこもですね、まだ見ておかなければいけない。じゃあ S&P500 と関連してセクター別騰落率、そこの動向をですね、ちょっと確認していくんですけど、これを見てもらうと上昇上位セクターがエネルギーセクター、ここで 1.61% 上昇していまして、その下にコミュニケーションサービス、ユーティリティという形で続くんですけど、じゃあ逆に下落上位セクターがどこだったのかっていうと、下落上位が一般消費財。ここでですね、0.49% 下落していますし、その下にインフォメーションテクノロジー、ヘルスケアという形で続きまして、で、これを見てもらったらわかる通り、今回ですね、上昇しているセクターは景気敏感株であって、特にですね、エネルギーセクター、ここがですね、また昨日に引き続き上昇に転じてきている。そこはですね、しっかりとポイントとして押さえておかなければいけないと思うんですよね。じゃあ注目の VIX ですね。市場の不安心理を表す恐怖指数がどういったチャートを形成しているのか、そこをですね、一度確認していくんですけど、現状ですね、下の MACD に関してはゴールデンクロス形成間近。さらにパラボリック。このドットチャートに関しても昨晩この VIX、急騰した関係で冷やしの下の方に転倒しまして、ここに関しても上昇トレンドを形成している。ただし、現状の冷やしの位置は、まだボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインを終値ベースで超えてきてはいないんですよ。なので、この VIX 指数に関しては一旦ですね、落ち着きを取り戻してはいるんですけど、ただし、MACD とパラボリックが、今現状ですね、ほぼ上昇トレンドを形成しているような形になりますので、これがですね、また明確に下落トレンドを形成してくるまでは、まだですね、マーケットが乱高下してくる可能性、それがですね、十分考えられますので、ここの動向をですね、しっかりと見ておかなければいけないんですけど、じゃあ次にですね、ナスダック。ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはデッドクロス、下落トレンドを形成していまして、今までの下への抵抗ラインですね、この赤のラインを切り下げてきているような形になるんですよ。で、さらにですね、青のラインとオレンジのラインが、今現状鋭角に切り下げていますから、ここに関してはまだですね、下げ止まった兆候、それが見えていない。さらにパラオリック、このドットチャートに関しても下落トレンドを形成していますし、現状の冷やしの位置ですね、ここに関しては、今までの冷やしの下での抵抗ライン、この赤のラインのところまで戻しているような形ではあるんですけど、ただまだですね、この赤のラインを明確に超えているわけじゃないんですよ。なので、今晩ですね、ナスダックが、この下でのサポートラインを明確に超えてくるかどうか、そこはですね、しっかりと見ておかなければいけないですし、さらに RSI の下での抵抗ラインですね、この赤のラインも今意識されているような展開になっていますから、ここをですね、今後下回ってくるかどうか、それによってナスダックの値動きっていうのは大きく変わってくると思うんですよ。特に現状ですね、ナスダックに関しては、今までボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインと上の青のライン、プラス2シグマの範囲内での値動き、それをですね、規則正しいチャートパターンを描きながら形成してたんですけど、ただし今回ですね、急落したことによって、現状の冷やしの位置っていうのは、ボリンジャーバンドの中央線と下の青のラインですね、マイナス2シグマの範囲内での値動きにシフトしてしまっているんですよ。なので、これをですね、いつの段階で早期奪回してくるかどうか、このボリンジャーバンドの中央線、赤のラインを越えてくるかどうかっていうところ、そこはですね、しっかりと見ておいていただく必要がまだあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。じゃあ、ナスダックのですね、VIX 指数。これがですね、現状どういったチャートを形成しているのかっていうところ、そこもですね、合わせて見ていこうと思うんですけど、現状ですね、ナスダックの VIX に関しては、下の MACD はゴールデンクロス、上昇トレンドを形成していますし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しても冷やしと下の方に転倒していますから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。で、昨晩ですね、この VIX に関しては、一目均衡表の上下のラインですね、この赤のラインを一瞬超えたんですけど、ただそこからですね、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインの若干上のところまで、最終的には戻してきているような形になるんですよ。ただしさっきの S&P500 の VIX 同様に、まだ上昇トレンドを MACD とパラボリック形成していますから、ここに関してもまだですね、注意して見ておく必要があると思うんですよね。もしかしたらまたですね、マーケットのボラ、変動率が高くなって、株価が乱高下してくるリスク、それも十分ですね、考えられはするので、で、もしですね、このパラボリックと MACD、両方とも下落トレンドを形成してくると、そうなってくるとマーケットの不安心理が解消されたっていう形になって、株価がですね、また上がってくる可能性がありますから、いつの段階で下落トレンドを形成するかっていうところ、そこもですね、合わせて注意して見ておいてほしいんですけど、じゃあナスダックと関係して、市場の中心銘柄ですね、ガンファムの動向をちょっとですね、見ていこうと思うんですけど、現状ですね、アルファベットに関しては下の MACD はデッドクロス形成。で、日足の位置はボリンジャーバンドの中央線ですね。この赤のラインのところまで一旦下がって、そこから上昇に転してはいるんですけど、ただ日足のちょうど真下にパラボリック、このドットチャートが点灯していますから、ここに関しては下落トレンドを形成しやすくなってるんですよね。なので、ボリンジャーバンドの中央線ですね、この赤のラインを下回ってくると、まだですね、下落する可能性、それが考えられるのかなっていうふうには思いますし、さらにですね、Amazon、ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関しては明確にデッドクロス形成、パラボリックに関しても下落トレンドを形成しているし、さらに現状の日足の位置ですね、ここに関しては一目均衡表の上下のライン、この緑のラインを今超えているような形ではあるんですけど、ただし、この一目の上限と下限のラインですね、ここをまた下の方にブレーキしてくると、Amazon に関しての下落圧力ですね、それがまた強まってくる可能性が考えられますから、ここに関してもまだですね、明確に上げてくるチャートパターンですね、それを形成していないんですよ。じゃあ次に Facebook、ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはデッドクロスは形成しているんですけど、ただ青のラインに関しては若干フラットになってきてるんですよ。で、現状の日足の位置は一目の影のラインですね。この緑のラインを超えてきて、現状ですね、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインのところまで一旦上げてきているような形になるんですよね。なので、下の MACD がまだデッドクロス形成して、まだ下落幅が浅いんで、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインを上回ってくる可能性、それもですね、考えられはするんですけど、ただここに関してはナスダックの状況次第になってきますから、ここに関してもですね、まだ明確に上げてくるパターンですね、それを形成してないんですよ。じゃあ次にですね、アップル。ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはまだ鋭角に切り下がっていますし、パラボリックに関しても下落トレンドを形成している。で、現状の日足の位置は、雲の中ですね、一目均衡表のこの緑のエリアの中に入っていますから、ここに関してはまだですね、トレンドの転換ラインに入っているような形になるんですよ。さらにアップルに関しては現状ですね、バンド奥、日足がボリンジャーバンドのマイナス2シグマ、下の青のラインに沿って下がる強烈な下落トレンドを形成していますから、この日足がですね、ボリンジャーバンドのこの青のラインから離れてくるまでは、まだアップルに関しても明確に上げてくる可能性、それが低いかなっていうふうに思うんで、ここもですね、まだ要注意なのかなっていうふうに思います。じゃあ次にマイクロソフト。ここはどうなのかっていうと、MACD に関してはデッドクロス形成。パラボリックに関しても下落トレンドを形成していますし、現状の日足の位置はボリンジャーバンドのマイナス2シグマ。下の青のラインのところまで下落してるんですよ。なので、ここに関しても、まだですね、下げ止まったチャートパターンですね。MACD が明確に切り上がるチャートパターンを形成してないんで、トレンドが明確に見えていない。なので、もしかしたらナスダックの値動き次第で、ここあたりの銘柄も下げてくる可能性、それがですね、十分考えられはするんですよね。なので、現状のガーファムの値動き、それを見てみると、まだトレンドの転換が見えていないような状態になりますから、ここはですね、まだ注意しておく必要があると思うんですよ。明確にトレンドが形成されてくるまでは、まだですね、下げてくる可能性、それが十分考えられますので、そこはですね、注意して、ここの中心銘柄の動向をですね、見ておいていただく必要があるかなっていうふうには思うんですけど、じゃあ次に日経平均、ここはどうなのかっていうと、ここに関しては今回ですね、484円も急落してるんですよ。で、下の MACD に関してはデッドクロス、形成間近になってますし、パラボリックに関しても日足のちょうど真下に推移している。かつ、パラボリックはですね、現状ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインを越えてきてるんですよね。なので、パラボリックに関しては下落トレンド、形成しやすくなってるんですよ。さらに今日ですね、日経平均に関しては、引け安値だったので、ここに関してもまだですね、明日下がってくる可能性が十分考えられますから、もしかしたらですね、目先、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインのところまで下げてくる可能性、それがまだ考えられはするんですよ。なので、明日の日経平均の動向ですね、そこはしっかりと注意して見ておく必要があるんですけど、じゃあ今回ですね、日経平均の上下に最も寄与した銘柄、それがですね、どこだったのかっていうところ、そこをですね、確認していこうと思うんですよ。で、これを見てもらうと、上昇寄与度1位がファーストリテイリング。ここでですね、日経平均をだいたい76円相当押し上げていますし、その下に住友不動産、アサヒグループ、三井不動産、ヤマハという形で続きまして、じゃあ逆に下落寄与度上位がどこだったのかっていうと、下落寄与度1位がソフトバンクグループ。ここで日経平均を118円相当押し下げている。その下にファナック、東京エレク、M3、ダイキン工業という形で続きまして、これを見てもらったらわかる通り、今回ですね、上昇している銘柄っていうのは、景気敏感株になるんですよ。その反面ですね、値傘株であったり、ハイテク株の下落、それが今日かなりきつかったので、これを見てもらってもわかる通り、景気敏感株へのローテーション、それがですね、まだ継続してるっていうことがわかると思うんですよね。なので明日以降ですね、さらに景気敏感株が上がってくるかどうかっていうところ、そこはですね、注目しておかなければいけないんですけど、じゃあ今回急落した銘柄の値動き、そこをですね、ちょっと分析していこうと思うんですけど、まず見てほしいのが銘柄コード9984のソフトバンクグループですね。ここに関しては今回ですね、5.2% 下落していまして、下の MACD に関してはデッドクロス、形成間近になってますし、さらにですね、今日引き安値、パラボリックに関してもボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインのところまで上がってきている。で、ソフトバンクグループに関しては直近ですね、バンド多く、日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ、この上の青のラインに沿って上がる上昇トレンドを形成していたんですけど、ただし直近ですね、日柄調整が何日も入っているような形になりますから、もしかしたらバンド多く終了で目先ですね、下がってくるリスク、それがですね、十分考えられはするんですよね。特に下の MACD がデッドクロスを形成してくるとちょっとまずいので、ここの動向はですね、まだ注意して見ておく必要がある。さらにですね、銘柄コード8035の東京エレクですね。ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはゴールデンクロス形成。で、パラボリックに関しても日足の下の方に点灯していますから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。で、現状の日足の位置は確かに今日東京エレク 3% 弱下落はしてるんですけど、ただボリンジャーバンドの上の青のラインですね。プラス2シグマあたりで、まだ日足はうろうろしてるんですよ。なので、ここに関してはまだですね、怪しいチャートパターンは形成はされてはいないんですけど、ただし全体的なハイテク株の下落圧力ですね。それがまだ強いんで、ここに関してもまだですね、注意して見ておく必要があるかなっていうふうに思うんですよ。じゃあ次にですね、銘柄コード6954のファナック。ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはデッドクロス形成。パラボリックに関しても日足の目の方に点灯していますから、ここに関しても下落トレンドを形成している。で、現状の日足の位置が、一目均衡表の上下のラインですね。この緑のラインを若干なんですけど、下回ってきてるんですよ。なので、ファナックに関しては今ですね、まずいチャートパターンを形成してきていますから、ここに関しても注意しなければいけない。ただし、ポイントなのが、ここですね。ここの日足と日足の間に窓、空間が空いているような形になりますから、もしかしたら窓埋めっていう形でファナック、現状動いている可能性が十分考えられはするんですよね。なのでもしかしたらファナックはですね、窓埋めをした段階で若干ですね、上昇に転してくる可能性、それもですね、考えられはするんで、この窓に達した段階でどういった値動きをしてくるかっていうところ、そこはですね、見ておく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので現状の市場の中心銘柄の動向、そこをですね、見てみると、東京エレクトロンに関してはあまりですね、まずいチャートパターンは形成はしてないんですけど、ただソフトバンクグループとファナックに関しては、ちょっとですね、怪しいチャートを形成してきているのがわかると思うんですよ。なのでもしかしたら今晩のナスダックの動向次第で、ハイテク株の下落圧力、明日以降もですね、強くなってくる可能性、考えられはしますので、そこはですね、エントリータイミングは慎重に判断してもらった方が、まだいいんじゃないかなというふうに思うんですよ。まだそこを打ったチャートパターンですね、それを形成しているわけではないので、じゃあ次にですね、トピックス、ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはデッドクロス、下落トレンドを明確に組んでいますし、さらにパラボリックですね、このドットチャートも今回ですね、急落したことによって、日足の上の方に点灯して下落トレンドを形成しているんですよ。さらに現状の日足の位置は、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインのところまで下がってきているような形になりますから、ここに関してもボリンジャーバンドの中央線を下回ってくると、まずいようなチャートパターンを形成しているんですよね。なので日経平均以上にトピックスの動向、そこはですね、注意して見ておく必要があるかなというふうに思うんですけど、じゃあ次にマザーズ、ここはどうなのかっていうと、現状ですね、下の MACD に関してはデッドクロスを形成していますし、さらに今回ですね、マザーズ 4% 以上急落したことによって、パラボリックは日足の上の方に点灯して下落トレンドを形成しているんですよ。で、現状の日足の位置ですね。ここに関してはボリンジャーバンドの下の青のラインですね。マイナス2シグマのラインのところまで下がってきてはいるんですけど、ただそのちょうど真下に一目の上限と下限のラインですね。この緑のラインと赤のラインが存在するんですよ。なのでこの2つのラインを明確に下回ってくると、マザーズに関してはちょっとまた下落圧力ですね、強くなってくる可能性が考えられますので、そこはですね、要注意かなというふうには思うんですよね。特にですね、マザーズに関しては、今までの日足の下での抵抗ラインですね。この赤のラインを今回明確に下回ってきてるんで、直近のトレンドパターンが壊れてるような形になるんですよ。なのでそういったところも含めてマザーズの動向、そこはですね、注意して見ておく必要があるんですけど、で、今回の株の急落に関しては、事前ですね、予想していまして、もうすでにですね、YouTube であったり Twitter で皆さんに状況をですね、それを報告させていただいてたんですけど、僕はですね、月曜日の段階でもうポジションの方は解消してたんで、今回の下落に関してはノーダメージだったんですよ。で、押し目があったらまたですね、再エントリーしたいなというふうには思ってはいるんですけど、ただ今日引き安値だったんで、今日はですね、売買せずに様子見をしてるんですよ。僕はですね。なので明日以降ですね、チャンスがあったらまたですね、売買していきたいなというふうに思ってはいるんですけど、なので現状のマーケットの状況を見てみると、米国株に関してはもちろんですね、安いところから戻してはいるんですけど、ただし中国マーケットですね、深セン総合指数に関しては今日 2% 以上急落していますし、さらに日経平均に関しても、終わり方があまりよろしくなかったんですよ。なので明日以降ですね、どういった風に動いてくるかどうかっていうところ、そこはですね、今晩の米国株次第になりますし、さらにですね、アメリカの10年物国債の利回りですね、ここに関しても今回のパウエル議長の発言を受けまして、確かに下落はしてるんですけど、ただし、昨年の2月につけた高値のラインですね。この赤の抵抗ラインはまだ明確に下回ってはいないんですよね。なので今後この赤の抵抗ラインを下回ってくるかどうかで、ハイテク株が上がってくるかどうか、それがですね、変わってきますから、ここの動向はですね、しっかりと見ておいていただく必要があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なのでまたですね、動きがありましたらすぐに YouTube であったり Twitter で情報配信していきたいなというふうに思っていますので、よかったらチャンネル登録、あと Twitter のフォローよろしくお願いいたします。あとですね、今晩21時からマーケットがまた大きくブレましたんで、いつも通りですね、個別銘柄ごとのテクニカル分析ですね、そのライブ配信をしていこうと思うんですよ。なのでよかったらそちらの方にも参加していただきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。